こんにちは、篠田敦史です。今回は曲解説会です。今回やる曲はオン・グリーン・ドルフィン・ストリートです。で、今回ね、どの部分の話するかというと、もう序盤ですね。譜面上ね、コード表記ね、どう書いてあるか分かりませんが、多くの場合ね、ペダルっていうのを使ってます。ペダルってのは何かというと、ピアノのペダルのことじゃなくて、同じ、音、ベース音であることが多いですけれども、まあ保持して、今回で言えば E フラットの音ね。で、その上でコードが変わっていく。下は変わんないのに、その上に、要はオンコードね、スラッシュコードみたいな状態がある状態ね。ああいうの、ペダルって言います。分かりやすい。普段ね、すぐ使えるペダルの使い方で言うと、以前にも僕動画にね、してたりしますが、例えばイントロダクションね、今回キー E フラットだから E フラットの5度の音だから B フラットの上で、例えばその F マイナー B フラットとか弾くとかね。ね、こう繰り返してイントロにするとか、まあすごくわかりやすい。あれもペダルです。で、今回この曲の中でね、ペダルがね、使われてるわけですけれども、よくわかんなくて、まあ一旦この曲を後回しにしようかなとか、まあ、なんかよくわかんないっていう風にね、なってる人もいるのかなと思うんですけど、ペダルっていうのはですね、まあ若干乱暴な言い方をしてしまえば、何弾いても合ってるように聞こえてしまいますね。まあちょっと極端な例かもしれないけど、僕が大好きなピアノの人にリッチー・バイラックという人がいますが、彼が、弾くオン・グリーン・ドルフィン・ドル・ストリートね、たくさんテイクあると思うので聞いてみてほしいんですけど、もうペダルもう E フラットを使いまくってます。もう A セクションどころかワンコーラスずっと彼はここ弾いてたりとかで、もうこんな雰囲気ね。なんかでも大丈夫に聞こえるでしょ。例えば上級者になると、こういうペダルっていう状態が訪れると、自分で勝手にハーモニー設定して、まあ、好き勝手弾いちゃう。でもそれってある程度やっぱ経験があって、こう心の底から何弾いても大丈夫って、こう自信というか、ね、そういう経験値もあってね、やってる部分もあるので、まあ、いきなりね、普段ちゃんとこう指定されたコードを弾いてるっていう状態からすると怖いと思うんですよ。で、今回グリーンドルフィンストリートっていうのは、それの入りというか、ちゃんと曲が指定してくれてる。この順番で弾くとかっこいいですよ。ね、演奏する側から言えば、その上に乗ってるオンコードのね、その例えば、G フラットメジャーだったら G フラットメジャーと思って、ちゃんとそういう風にフレーズ弾いちゃっていいです。その次の F メジャーになっても F メジャーと思って。全然弾いていい。ね、普段他の曲ではちょっとこういうの怖いなとかできないなっていうことを、まあやりやすいですよっていう曲側のこの土壌があるので、ちょっと背伸びして頑張ってみて、B セクション C セクションね、残りの半分ではいつも通り綺麗なね音遣いっていう風にやると、ちょっとこの対比ができて、この曲選んで、あれちょっと普段と違う、自分からちょっとこう背伸びしたね、大人っぽいというか、ちょっといいサウンドが出て、あれこの曲やると普段弾かないことを出てきて、ちょっと楽しいかもっていう風になるかもしれないのでね、そういう感じでちょっとヒントになればいいと思って話をしてみました。最後までご視聴ありがとうございます。